はい、どうもこんにちは、チョコラです。今日はですね、持ってるですね、アクセサリーを、ちょこちょこ紹介していこうかなと思っております。はい、一応大きく分けて、じゃら付けするものと単品で付けるものって結構分かれてるんですけど、ここ今付けてるやつとかはそのまま単品で、というかもうこれもずっと付けてるやつですね。基本的にどんな格好しようが付けてるネックレスなんですけど、それ以外に、じゃら付けする用のは結構ロングの60センチ、50後半60センチ、下手すら70センチぐらいのネックレスとかはもうなんか1個で付けるというよりかはこう重ね付けするみたいな感じで付けてますね。例えばここら辺とかですね。はい。これはですね、ちょっとね、ブランド名忘れちゃったし、まあ、あれなんですけど、これはですね、あのジョニー・デップがつけてるやつで有名というか、ですね、はい、同じ全く同じブランドの同じやつをこうジョニー・デップがつけてるやつですね、はい。で同じくですね、これもですねジョニー・デップがつけていて、まあ同じような雰囲気のものが欲しかったので、同じやつを買いましたね、はい。これは、名前なんだったっけな、これもちょっとね、ブランド名忘れちゃいましたけど、はい、ですね。あとですね、これも、ドクロのモチーフなんですけど、キーのですね、はい、ですね。これもですね、ジョニー・デップをつけてるんですけど、お前ジョニー・デップがつけてるやつばっかやんけっていう話なんですけど、まあ、基本的にそうですね、ジャラ付けはすごく参考にしてます。なので、基本的には同じようなものが多いですね。はい。こんな感じでですね。はい、で、これは全然ジョニー・デップ関係なく、普通に気に入って、このなんか、鳩のです。コインかな、多分昔のコインかなんかを、なんだっけな、そう1927って書いてあるんで、1927年の多分アメリカかどっかのコインを、叩いてそのままこうアクセサリーにしてるやつだと思います、はい、ですね。であとよいしょ、この辺はですね、ホワイトハーツだっけな、ホワイトハーツっていうなんかあのなんだ、古い、これも結構古い、あれですね、アクセサリーで、どこかな、1800年とかかな、1900初頭か1800年代くらいのやつだった気がしますね。なんでかなり古いやつです。でこれは長さでこう売ってたやつを、自分でこの革紐を買って、自分で入れたわけです。ただこれは本当加工っていうほどのもんでも全くなく、多分誰でもできるやつですね。本当革紐を自分でこれ通るサイズだけ買えば自分であとを通してこう結んでるだけなんで、特にあの専門的な知識もいらなければ全く簡単ですね。はい、これはサイズ違いで、なんかこっちより結構キラキラしてるというか結構綺麗なやつですね。サイズ違いで、はい、ここら辺も買いましたね。でですね、ここら辺を作った時にハマってたのがですね、ここら辺の石というかビーズなんですけど、これがですね、あのアホほど古くてですね、あのネットで見てたらですね、こういう、わかりますか、このこういうビーズがあって、あのこれがね、あのちょっとね年代はっきり覚えてないんですけど、確かね1300年とか、もっとね一番古いやつだとね700年代とかだった気がするな。西暦ですよ、西暦700年代、700年代ということは、なんだ、だから本当7世紀、8世紀とか7世紀とか14世紀とか、そのぐらいの
ものだった気がします。国は日本じゃないですね。どっか違うヨーロッパなの、アフリカ、ヨーロッパだったかな、とかの。これはねすごいブルーのね綺麗な、ちょっとなんていうんですかね、半透明のねやつなんですけど、ちょっとこれ動画で見せれるかな、やつなんですけど、これネットで見てた時はもっとねすっごいドアップで写真になってたので、もっと結構玉でかいのかなと思ったんですよ。まずもちろんサイズがちゃんと数字で書いてあったんで、そこちゃんと自分で測ってなかった俺がもちろん悪いんですけど、イメージ的にはもうちょっとね大きい、それこそとこんぐらいのイメージで見てたんですよね、画像がでかかったんで。でも実際届いたらめちゃくちゃ極小でですね、なんでもうこれに通る紐を探そうが大変ぐらいの、すっごい細いやつを見つけてきて、でそれを通らないやつはもう捨てながら、通るやつだけなんとか通して作ったやつですね。これもなんだろう、もうそのヴィンテージ好きって、多分俺が持ってる服とかアクセサリー全部込み込みにしても、多分こんなに古いものはないんじゃないかなって思います。こっちはねこっちよりちょっと新しかったような気がしますけど、こいつもまあなかなか、ここのね緑がちょっとポイントで、オレンジと黒と緑、あとまあブルーもちょっと入ってますけど、このちょっと緑がなんかワンポイントで可愛いなと思って、はい、でこれも同じくすっげーちっちゃかったんで、すげー見つけてきて、紐めっちゃ細い紐見つけてきて、はい、すっげー苦労して通しましたね、はい、こんな全部つけることは基本あんまないですけど、さすがに好きなやつとかバランス見てつけますけど、今まあせっかくなんで全部つけてますね。あとこれはこれもホワイトハートん、これも同じ系の古いやつだっけな、あでもホワイトハーツかな、ブルーのホワイトハーツかな、はい、ビーズというかあれですね、これも多分結構古いです。これもですね、ここのワンポイントに入ってるピンクとかちょっと水色っぽいやつが可愛くてですね、このワンポイントのピンクが可愛いなと思って、はい、これも同じく鹿かな、鹿の紐、鹿紐を買って通しましたね、はい、こんな感じですね。あとは、結構ですね、この辺はもうざっくりあれですけど、すっげえ紐伸びてんな、こんな伸びるかね、とか、この辺とかはですね、全部自分で作ったんですけど、これももうほんと普通に紐買ってきて、通してっていう感じですね。この辺はですね、ほんと天然石ですね、いわゆる天然石で、メノウとかですね、ほとんどメノウですね、赤メノウとか、あとは、アメジストとかオニキスとか、そうですね、です。ここら辺はこんなキラキラしてるんで、重ね付けって言ってもここら辺を一気にすることはまあないです。この中のどれかですね、その時のこっちのスタイルに合わせて、ちょっと今日はパープルにしようとか、今日は黒にしようとか、今日はこのちょっといろんな色入ってるやつにしようとか、まあ亀のにしようとか、まあ、そこら辺はその時のこっちとの相性に合わせてっていう感じですね。ただまあこっちにこのホワイトハーツ赤があるんで、結構これの赤が多いですね。でちょっとエロい雰囲気でしたけど、このアメジストですね、紫とかするとちょっとやらしい雰囲気が追加になるので、このカットがね結構キラッキラしてるんで、その他のちょっとマットなやつにちょっとねひときわ目いくかなっていう感じで、ここら辺アメジストするんだったらもうこっちはつけないで戻しちゃう感じですね、はい、っていう感じですね。ネックレスで言うとですね、この辺かな、うん、そうですね、うん、うん、そう、ネックレスで言うとこの辺ですね、ここら辺を主にちょっと今はつけすぎ、全部つけちゃったんであれですけど、これを厳選してですね、はい、バランスよくつけていくような感じですね。ちょっとそのごついのが嫌だったらこのフェザーのやつはやめたりとか、うん、そうですね、その雰囲気に合わせて、これもホワイトハーツ2本はあんましないので、どっちか太い方か細い方を選んだりとかして、やるやつ感じですね。あとちょっと前回他の動画でも紹介したんですけど、ここら辺のストールですね、これもヴィンテージのやつなんですけど、これもヴィンテージのデニムのストールなんですけど、この辺と、重ね付けすると
すごく相性がいいかなっていう感じですね。はい、あとは、ブレスレットとこれのターコイズとかですね、これも全部自分で作ったやつなんですけど、でもね、あんまりこれのブレスレットはしないかな。ラリマーとかですね、ラリマーはですね、位置的にすごく綺麗なのでおすすめですね。この水色のすごくトルコイズともちょっと違うあのブルー、すごく綺麗なあのブルーです。はい、この辺をちょっと金とかと相性いいんで、金の何かと合わせたりするといいかなと思います。ここら辺はもう、はい、昔仕事で扱ってたあたりになるの でこれはルビーですね。はい、ルビーとサファイアですね。あのルビーとサファイアなんですけど、あのいわゆるあのおばちゃんがしてそうなギラギラにこう磨いたあの指輪とかによく使ってるようなあの こういうこれもサファイアなんですけど、こういう感じのやつじゃないので、そんなにね高くはないんですよね。グレードが多分あのだいぶ低いやつなので、全然買えるくらいの値段のやつで、ここら辺もブレスレットで自分で作りましたね。これもちょっとサファイアルビーあたりはちょっとそのなんだろうな、色というか雰囲気というよりかはちょっとそのテンションが上がる感じですね。はい、サファイアとかはあの誕生石、自分の誕生石なんで、あのワンポイントで入れたいなみたいなところもちょっとあってっていう感じですね。はい、です。あとですね、まあ、ここら辺はこんなジャラ付けはしないのでブレスレットはあれなんですけど、よいしょ、あでも時計と合いそうだね、これ一緒に、うん、でですね、インディアンジュエリーでですね、これは結構気に入っていて、よいしょ、ね、この名前をちょっとね忘れちゃった、あの刻印はあるんですけどちょっと読めなくって、名前ちょっと忘れちゃったんですけど、このですねインディアンジュエリーすごく気に入ってますね。あの柄デザインがあのなんだろう、ちょっと WRL っぽいかなと思って、最初に見た時に結構そのインディアンジュエリーの中でもちょっとなんつったいんだろうな、デザインがゴリゴリしすぎてないというか、まあトルコイシとか入ってるやつもかっこいいんですけど、あれもね昔ちょっと取れちゃったりとかすることがあったんで、あんま石入りちょっと怖いなとか嫌だなと思って、シルバーのみのやつがいいなと思って探してたんですけど、これは本当に結構ですねデザインがすごくドンピシャでハマって、あの太さもすごく好きで、こんぐらいのごっついやつでインディアンジュエリー欲しかったんで、すごい気に入ってますねこいつは本当に。はい、結構重量感あります、ごっついですけどすごく好きですね。これあのそうで WL あ WRL っぽいなと思って、もちろん WRL で買ったわけじゃないですし、ブランドも全然するんじゃないんですけど、これは本当インディアンジュエリーなんで、本当の向こうのネイティブの人が作った作品で、で買ったところで話聞く限りそんなにまだこう有名な人じゃない、これからこれから有名になっていく、まあ、若手のホープみたいな感じの人だった気がします。なんで日本でまだ取り扱ってるものが俺が調べた限り 2,3 ぐらいしかなかったですね。2つぐらいかな、これともう一方ぐらいしかまだ出てなくって、まあ、今もっとね出てるかもしれないんですけど、俺が見た当時はまだね出たてぐらいで、でもすごく気に入ってこのデザインはありだなと思ったんですよね。ほんとネイティブっぽい感じがして、これも多分一生大事にするだろうなと思いますね。はい、という感じでですね、この辺もですね、あのこれ刺すのコツがあるんですよね。ここの細いところにこうグッと刺して入れると入るんですけど、横着すると痛いですね。はいですね、この感じですね。はい、あとこの辺りですね、はい、このレザーのバングルというか、まあ、あれですね。でこれもおなじみジョニー・デップがつけてるものと全く同じものですね。同じブランドの全く同じものですね。はい、で
でジョニー・デップもですね、聞くところによるとすっごい物持ちよくてですね、あの人本当に昔の画像、あの人の当時の19歳20歳くらいの画像の時にかぶってるフェドラハットを本当 40、50 になった画像でもまだかぶってるんですよ。あのこのブレスレットも多分ね2回ぐらい、1回か2回多分作り直してもらってるはずなんですけど壊れちゃって、でも本当壊れるまでつけてるし、壊れてまた新しくその人に同じやつを作ってもらうくらい本当に一個こう気に入ったらとことんそれをつけるっていうタイプの人で、なんかそういうところもすごくこう共感というかすごく尊敬 してますね。はい、すごくいいと思います。なんかこうね、お金持ってるね、あの俳優さんというかセレブなので、どん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 新しいハイブランドを買って合わせてとかやってもおかしくないじゃないですか。でもあの人の美学的にそういうのじゃなくて本当にとことん気に入ったやつを着ていくっていうあの感じがすごくね、あのやっぱヴィンテージ好き的にはすごく共感しますし尊敬しますね。はい、こういう感じですね。ただこれは本当にあの自分の汗で、あの俺アレルギーが出ちゃうんで、このレザーの感じでこのサイズ感だとものすごい蒸れるんで、本当ね夏なんかつけてたら1時間つけてたらもう痒くなって真っ赤の湿疹ができちゃうんで、本当にこれはねやる時期とかね、あのはめ方をあの選ばないとなかなかできないんですよね。だから本当そういう意味でちょっともうつけれないかもと思って何回か手放した方がいいかなと思ったこともあるんですけど、まあつけ方をちょっと考えてつければいいかなということで、ただあと難点はこっちにこれをつけちゃうともう時計が腕時計ができないんで、腕時計こっちにしてこれをこっちにする、そうするとこっちを今度外さなきゃいけないっていう、まあちょっとほんとね、まあ多分時計好きな人思いますけど、ほんと腕5、6本あったらいいじゃんって思う時があると思います。ほんとでですね、あとそうでこれがちょっとアクセサリー、まあアクセサリーかでもちょっと番外編な感じで、これがですね、まあもう何度も言いますけど、これもジョニー・デップがつけてるやつと全く同じやつなんですけど、これもあれですね、アクセサリーで、これはこっちですね、この自分の腕とかネックレスとかじゃなく、このデニムとかのから垂らすような感じでつけるやつですね。はい、こんな感じで、つけます。いつもあのバンダナをここにつけてるんですけど、このバンダナと一緒にこいつも垂らしてる感じですね。はい、すごく気に入ってます。あとこっちじゃなくてもこっちでもいいと思うんで、それはまあ好き好きですね。ちょっとただ長いんでここ結んでちょっと短くはしてるんですけど、長いんであんまり前に持ってくると結構ね歩くときバンバン邪魔なんで、まあ多分こっちの方がいいとは思います。はい、こんな感じですね。はい、であとこれが、知ってる人は知ってると思うんですけど、ソードチェーンかな、ソードチェーンですね。1900年代、これも結構古いですね、ヴィンテージの1900年代くらいのゴールドってもこれ18金とかじゃないですよ、ただのメッキじゃないな、なんだろう、真鍮とかなのかな、まあ、とにかく色は金なんですけど、これのやつですね。でこれはそもそも何かっていうと、ヨーロッパの騎士かなが、あの剣をこう取られないようにだと思うんですけど、ちゃんと自分でこう対等してこう取られないように、片方を多分このポケット、ズボンで、片方を多分ソードのところになんかカチャってしてて、それをこうこれで制御してたというか、まあ、ウォレットチェーンみたいなもんですよね。そのソード版みたいな。まあ、なんで、名前もソードチェーン。チェーンソード。いや、ソードチェーンですね。はい。チェーンソードだと、刀になっちゃいますもんね。はい。っていう感じですね。で、これも、普通に、ここと、こっちで、くっつけて、はい、こんな感じでつけるやつですね。まあ、ウォレットチェーンみたいな感じでつけますね。はい、ただですね、こいつ、
はものすごく受けが悪くてですね、個人的には1900年代のこの古いヴィンテージのディテールで、この何ですか、アールデコ調の、アールデコだっけな、あのさ、アールデコ調の模様が入っていて、すごく可愛い感じなので、くっそなので、金属臭いですね。なので気に入ってね、つけてる時あるんですけど、結構ね、これをつけてると、って言われるんですよね、人に。前もね、職場の人に一人、なんか厨房みたいって言われて、中学生がこんなヴィンテージの1900年代のこんなのつけるかよって言いたくなりますけど、まあね、向こうとしてはそんな知ったこっちゃないし、わかるわけないんで、まあ中学生がつけてるような感じなのかなと思うんですけど、俺でも中学生こんな割とチェーンつけてっかなみたいなイメージはちょっとあるんですけどね。でも他の人にも言われたことがあって、なんかそこだけちょっとなんか中学生っぽいよねみたいな雰囲気のこと言われて、なんか共通認識なのかなみたいな感じはちょっとありましたけどね、はい。なんで最近はね、そんなにつけてない、出番がそんなにないんですけど、ただまあこれもね、スタイルによってはつける時も結構ありますね、はい。こんな感じです。よいしょ、よいしょ、はい。まあまだ他にもまあちょこちょこあるんですけど、一応まあざっと見せるとこんな感じですね、はい、という感じです、はい。まあここは本当厳選して、5、6本ぐらいと、ここら辺と一緒に、本当にここら辺とこう巻いてこうつけて、今すごいざっくりですけど、こうつけて、これとこっちのアクセサリーを、まあ、アクセサリーを上の方がいいんで、こう位置的にはこうですけど、こういう感じで一緒につけるとすごくね、雰囲気が合います。なんだろう、この布が下にいて、布ってシソールが下にいて、上にアクセサリーが来ると、なんだろう、ちょっとマイルドにというか、そのネックレスだけの雰囲気ともちょっと違う、異素材が入るだけでちょっとまた雰囲気変わるので、すごくおすすめですね。でまあもうこれとくればもちろんこれ銀色のやつ、違うね、はい、これですね、ハット。まあこいつをかぶるともうほんとジョニーデスタイルですね、はい。こんな感じですね、フェドラハットとここら辺の相性はもう本当にいいので、うん、昔とあるショップの店員さんに、こういうフェドラハットと、タートオプティカルですね、メガネはさすがに俺一緒にはつけないんだっていう話をしてたんですよ。もうこれにタートオプティカルのメガネかけちゃうと、もう完全にジョニーデップのスタイルになっちゃうんで、ちょっとコスプレみたいになっちゃうんで、まあメガネをかけるときはハットしない、でハットかぶったときはメガネしないみたいな、まあマイルールがあって、さすがにちょっとそこやるとね、ジョニーデップの真似しすぎって言われるんだよ、ちょっと避けてるんですよねっていう話をしたら、その店員さんが、でももうあの人のあれはもうジョニーデップのモノマネというより、もう あの人のあれはもうスタイルとしてもう確立されてるんで、別にいいんじゃないですかねって言われて、なんかねすごいね、心が軽くなった気がしましたね、はい。なるほどと思いました。なんかもうあの人のコスプレというよりかは、もうそういう文化というか、もうあの人が作り上げたそういうスタイルなんだと、このフェドラハットとか、ああいう古い形のアーネルみたいな形のメガネとか、あでも確かにそうだなっていう感じがしてですね、まあとはいえゴリゴリにこうジョニーデップっぽくあえて言われるためにこうやる以外の時にあえてそういうファッションにはしないですけど、でも確かにその人の言う通り、それもそうだなと思いましたね。まあファッションなんて結局そうじゃないですか、最初に誰かがやったやつをみんな真似していって、最初はその人のモノマネって感じでしたけど、それがもう一般的にどんどん広まっていけば、もうそれはその人のモノマネというよりもそういうスタイルにやっぱなっていくんで、確かにね、うん、あもうそういう一つのスタイルなんだなと思えば、なんか心配せずに着れるなっていうふうに思ったことがありました、はい。なのでね、まあジョニーデップ好きな人いると思いますけど、こういうアイテムを使うと、まあそういう感じのスタイルにできますんでね、はい、ぜひぜひやってみてください。というわけで今日は、アクセサリーの紹介でした、はい。
今後もまたですね、ファッションの動画をどんどん上げていきますので、チャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いいたします。高評価もよろしくお願いします。じゃあまたね。